はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。こちらスミス&ウェッソンのファーストレスポンスフォールディングナイフ SWFRS、こちらを紹介いたします。こういったナイフですね。こちらは、まず緊急時や救助活動に役立つツールを内蔵したレスキューナイフです。というのは、こちらハンドルエンドに、まずはウィンドウブレークといって、こちらガラスブレーク、ガラスブレイカーとか言いますね。こちらと、あとはシートベルトカッター、こちらを装備しています。で、収納方法はライナーロック式、こちらの真ん中の斜めになっているプレートでブレードを押さえているので、こちらをずらす、こうかな、わかんないかな、そうするとちょっと押せるので、そのまんま閉じると、これをライナーロック式と言いますね。で、こちら開閉に便利なこういった円盤、サムスタット、こちらがついております、はい、こんな感じ、特にただのプラスドライバーのネジがついてるだけですね、で、そんなんで背面にはこちらポケットクリップがついておりますね。全長がこれでこの状態で約20センチです。で、刃渡りが約 8.5 センチ、重量は約 167g、 ブレード材質は 7CR17 ハイカーボンステンレス、ハンドル材質がこちらの部分が G10 という軽量なグリップでが使われていて、他はアルミとなっております。かっこいいですね。緊急時レスキューエマージェンシーナイフ的なやつですね。はい、ということで、下の説明欄にリンクの方を貼っておきますので、スミス&ウェッソンのファーストレスポンスフォールディングナイフ SWFRS、こちらの方を検討していただけると幸いです。では最後までご視聴いただいてありがとうございました。